この前の世界大会であの脳震盪になってしまってヘルメットが割れてしまったのでこういう帽子本当に欲しいです <laughs> ではフリップをお持ちいたしましたまずはよそずみ選手の欲しい帽子というのをデザイン考えていただきましたのでお披露目をしていただきます作品のタイトルお願いしますはい、絶対に怪我をしない帽子です ではデザインおお見せいいただきましょうお願いしますさあこちら詳しくポイントの解説をお願いいたします、えっと、この前の世界大会で脳震盪になってしまってその時にヘルメットが割れてしまったのであの絶対怪我をしたくない帽子があったらいいなと思いました。 割れてしまうほどの衝撃が頭にかかるっていうことですよね。そうでですね、うん、コンクリートなんで、うん、割れてしまいました、はあ、じゃあそれを踏まえた上で絶対に怪我しない帽子、はい、いやこれはかなりこう衝撃からこう頭を守ってくれるというデザインになってるわけなんですがうどうですかこうして絵に起こしてもらったのをご覧いただいて。 いやもうこういう帽子本当に欲しいです <laughs> <laughs> いや心からの声が今出てましたけれども吉住選手ならではのアイデアかなと思うんですが